メギドの戦いとは、紀元前609年に、猫セ世のエジプト及びその同盟国であるアッシリアとバビロニアが北シリアのカルケミシュで戦ったカルケミシュの戦いに関連して起こったエジプトとユダ王国との戦いである。エジプト軍がカルケミシュに到達するためには、ユダ王国の支配領域を通過する必要があり、猫セ世は、その許可をユダをヨシアに要請した。 理由は不明であるが、ヨシア王は、その許可を与えず、そして、戦いが起こり、シンバビロニア王国の援軍があったものの、ヨシアはその戦いの中で死んだ。この戦いは、聖書、第一エズラ書及びヨセフスの著作に記録されている。基本的な物語は、列王記下の第二十三章二十九節から三十節で、語られる。ヨシアの世に、エジプトのオーパロネコが、 アッすリアの王のところへ行こうと、ユフラテ川を指して登ってきたので、ヨシヤ王は彼を迎え撃とうと出て行ったが、パロネコは彼を見るや、メギドに置いて、彼を殺した。その家来たちは、彼の死体を車に乗せ、メギドからエルサレムに運んで彼の墓に葬った。国の民は、ヨシヤの子、エホアハズを立て、彼に油を注ぎ、王として、父に代わらせた。日本聖書教会。 聖書皇后歴代史家の第35章20節から27節にはより長い記述がある。このようにヨシアが宮を整えた後、エジプトの大猫は、ユフラテ川のほとりにあるカルケミシで戦うために登ってきたので、ヨシアはこれを防ごうと出て行った。しかし猫は彼に死者を使わしていった、ユダの王よ。我々は、お互いに何の預かるところがありますか私は今日、 あなたを責めようとしてきたのではありません。私の敵の家を責めようとしてきたのです。神が私に命じて急がせています。私と共におられる神に逆らうことをやめなさい。そうしないと神はあなたを滅ぼされるでしょう。しかしヨシアは引き返すことを好まず帰って彼と戦うために姿を変え、神の口から出た猫の言葉を聞き入れず、行ってメギドの谷で戦ったが、 伊手の者どもがヨシアをやってたので、王はその家来たちに、私を助け出せ。私はひどく傷ついたと言った。そこで家来たちは彼を車から助け出し、王の持っていた第二の車に乗せて、エルサレムに連れて行ったが、ついに死んだので、その先祖の墓に、これを葬った。そして、ユダとエルサレムは皆、ヨシアのために悲しんだ。時にエレミヤは、ヨシアのために哀歌を作った。 歌う歌う男、歌う歌う女は、今日に至るまで、その愛家のうちにヨシアのことを述べ、イスラエルのうちに、これを例とした。これは、愛家のうちに記されている。ヨシアのその他の行為、主の立法に記されたところに従っていった特効、及びその始終の行いなどは、イスラエルとユダの列王の書に記されている。日本聖書協会、聖書公互第一絵面書の記述は、 多少のディテールを付け加えたのみである。先行資料である、歴代史と違う点は、ヨシアがメギドにおいて弱かったと描写されている点と、彼が父となるエルサレムに自分を連れ帰るよう依頼している点である。クラインはこれを女予言者ホルダの予言と調和するための過失であろうとしている。ヨシアの死から7世紀後、ヨセフスもメギドの戦いについて記述した。その記述には、 戦場でのヨシアの行動の詳細が含まれている。従来これは失われた資料によって補われたものだと考えられてきたが、クラインはこれを、主として、聖書の記述による補足であり、おそらくそこにヨセフス自身の見解が加えられたもので、あろうとしている。ヘロドトスが歴史でファラオ猫について記述した箇所に、メギドの戦いにあたる記述を見出せるとする説も存在する。 メギド南東からの航空写真都市のあたりの地形より、メギドの位置は何千もの軍隊に対応するのに、十分な大きな海岸の平の近くの小さな高台であることが明らかとなっている。周辺地域の支配がなく明らかな目標となるような地域ではないが、それでも、駐屯地としては有効であり、また基礎川からの水源を持つ地でもある。これらのことは、ヨシアが、 バビロニアのメソポタミア人を攻撃する途中にあったエジプト軍を待ち伏せするためにイスラエル軍を隠すのにこの地形を利用したことを如実に説明している。この戦いによってユダ王国はエジプトの支配と影響下に入った。シリアとメソポタミアからの帰還時に猫セ世はヨシアの後を継いでユダ王となっていたヨアハズを捕らえて追放した。 ファラオは王国に百0 0タレントの銀と1タレントの金を課税し、ヨアハズのイボ兄であるエルヤキムを王に任命した。猫2世はエルヤキムの名をエホヤキムと改名させた。ヨアハズはエジプトで捕虜となり、彼は国外で死亡した初めての王となった。エリック・エイチクラインは記述の正確性に関して意見が分かれていると説明している。一方で、 それがヨシアによる不意打ちの正確な記述であると信じている学者もいる。他には物語を改変したのは歴代史のみではないと指摘する人々もいる。ヤキズを追ったところからエルサレムでのヨシアの埋葬までの物語は列王記上及び下に記されたヨシアの死より2世紀前のイスラエル王アハズ及びユダ王アハズヤに関する記述と非常に似通っている。 クラインは歴代史のヨシアの物語においては、これらの物語に含まれる詳細記述が用いられていることを示唆している。ありがとうございます。